こんにちは、ハイジです。さあ始まりました、人気飲食店の裏メニューを頼んでみようのコーナーでございます。このコーナー、実はこれまで天下一品や餃子の王将などいろんな店を回ってきましたが、今回はなんとこちら、これでわかる世界の山ちゃんでございます。今回はなんとこの世界の山ちゃんの手羽先を実は裏メニューで天ぷらにしてもらえるという情報を得ましたので、それを注文して食べてみたいと思います。はい、これですね、これ、この幻の手羽先、5本400円のやつを、じゃあ2人前頼んで、1個は普通、1個は天ぷらにしてもらいましょう。あの、この手羽先を2人前にしてもらって、はい、で、これってなんか天ぷらに1個してもらえるっていうのを聞いたんですけど、はい、1人前分を天ぷらにしてもらって、もう1つは普通でお願いします。注文できました。さあ皆さん、手羽先が来ました。スパイシーな感じで美味しそうですね。これが1人前5本入りなんですけど、天ぷらの方はなんと、はい、本数が3本になりまして、しかしおろしと生姜がついてますね。で、なんとこちら、天水につけて食べるみたいです。ではまずは普通の方からいきます。まあ、食べ方もね、込みでお教えできたらなと思うんですけど、まずこうやってもうこう折るでしょ。そしたらこっちを口に含んで、うん、こう、うめえ、うめえ、うまいよもう。あ、これ風邪治った。社長からの社長。さあ、そしていよいよ天ぷらですね。さっさと、あ、うまそう。天ぷらもまあ手で持っちゃうんですけど、結局ね、こうでいいのかな。え、あれ、あれ、皆さん、天ぷらの場合は骨が入ってません。めちゃくちゃうまい。骨ないんだ。抜いてくれんじゃん。これはね、3本で同じ値段でもしょうがない。全国のこの動画を見てくれている45から55のお父さん、メインユーザーのお父さん方、どうすかこれ。今回はいい動画でしょう。たまんないね。うまい。でしょ、もう。うまい。天ぷらは味はマイルドで、こっちはもうスパイシーですね。ひたすら。ただこのスパイシーさが忘れられなくて、みんな通っちゃうんですよ、きっと。この壺の中、何が入ってるか見たい？見たくない？いや、見たいかな。一応見せる。ちょっと怖い、怖いけど、グロかったらごめんね。黒かったらごめんだけど、一応見る。何が入ってるかというと、社長。